リバプールの管区司令部で輸送船団の運航計画を議論する司令部スタッフウェスタンアプローチ管区は第二次世界大戦中のイギリス海軍の管区の一つである。その主要任務はウェスタンアプローチにおける船舶の安全の確保であった。1939年9月に第二次世界大戦が始まった際、ウェスタンアプローチ管区はプリマスに司令部を置いており、司令長官は マーチン・ダンバーナ・スミス大将だった。関区の主な任務は北、大西洋からウェスタンアプローチ南部、アイルランド南部を航行する輸送船団の保護である。1940年6月にフランスが降伏すると大西洋を通る輸送船団の主要航路は前述のものからウェスタンアプローチ北部北、アイルランドを通過する航路へと変化した。この変更された。 主要航路を効率よく完成するためと、ドイツ軍の空襲を避けるために、1940年の終わりには、司令部をリバプールに移転することが決定された。1941年2月7日、ウェスタンアプローチ管区は分割され、司令部はプリマスからリバプールのダービーハウスに移転した。同時に、イギリス空軍の沿岸軍団もリバプールに移転している。 ダンバーナ・スミス大将はプリマスに残り新設のプリマス艦区の指揮を取った。2月17日にパーシー・ノーブル大将が新しいウェスタン・アプローチ艦区の司令長官に捕食された。この後ほぼ2年にわたり、ノーブル大将はグリーノック、ロンドンデリー、リバプールにあった輸送船団の護衛部隊基地を拡充し、リバプールに対戦戦術学校を設立するなど、 大西洋の戦いの勝利の基礎となった施設を整備した。また、それまで、戦団護衛部隊は、手すきの艦艇を寄せ集め臨時に一つの部隊としたもの、ばかりであったが、ノーブル大将はこれを変革し、各護衛艦がチームワークを発揮して、共同作戦が可能なよう、護衛部隊を、ある程度固定編成にするとともに、各部隊に共同訓練を行わせた。 1942年11月19日、ウェスタンアプローチ管区の司令長官は、ノーベル大将からマックス・ホートン大将に変わった。ホートン大将は、戦争が終わり管区が役目を終える1945年8月15日まで、その地位にあった。ホートン大将のリーダーシップは、有望との脅威を打ち破るために、重要な役割を果たした。彼は、 輸送船団を直接護衛する護衛部隊に加えて、サポートグループと呼ばれる部隊を組織した。サポートグループは、基本的には、輸送船団に同行するが、直接護衛に当たる部隊と違い、個々の船団の安全に責任を負っていなかった。このため、サポートグループは、偵察や HF、DF によって評定された、敵潜水艦を攻撃するために艦艇を分破した際、 大きな戦術的柔軟性を得ることができた。このような場合、通常の直接護衛部隊は、ある程度のところで攻撃を切り上げ、戦団のもとへ戻らなければならなかったが、サポートグループは、敵戦水管に止めを刺すまで、長時間攻撃を続けることができたのである。また、他の戦団が重大な脅威に直面した時は、管区司令部からの命令でその戦団の支援にあたる。 こともあった。リバプールウォーミュージアム。ありがとうございます。